こんにちは、やがみです。今日は9月の26日の火曜日です。ということで、今さ、名古屋港に打ち合わせに来ててさ、もういよいよ固まって、やっとこさ、もうなんか、あ、いかんかん、あと1個契約書を出さなかんか、だけどもう出せる感じになってきたということで、今さ、ちょっと名古屋港の素晴らしさをちょっと紹介しようと思って Vlog を始めました。これ南極線富士、すごいでしょう。南極に行っとったやつでしょう、これ。これでもなんか中に蝋人形みたいなやつ、ちょっと不気味なんだよね。でこれ南極のなんか南極で走っとったやつでしょう。本当かな、本当に走っとったやつなんかな。だけど草ぼうぼう、草ぼうぼう、すごいでしょうこれ。でここはなんかちょっとしたライブとかイベントができる、なんとか潮風なんとかだけど、なんかいろいろ制限があるんだよね、やっぱイベントをやろうと思うといろいろとあるわけですよ。これはでも本当にいいとこなんだよ、名古屋港は。すごいいいとこだけど本当に誰もおらんでしょう。びっくりするぐらい、びっくりするぐらい誰も、まあ、ちょっとはおるけどね、なんかちょっとはおるからちょっと小声なんだけどね、これで。名古屋港はですね、こんな感じですよ。さっき通ってきたのがこれですよね、南極線富士。この広いでしょ。これが水族館 でこっちになんか遊園地みたいになって、で今度はここでイベントをやろうと思っててっていう感じです。なんか今いるのはここだね。でこれさ、向こう行くとさ、なんかちょっと飲食店とかあるわけ。うわ、やべ、人が来た。まあそんな感じでまた紹介していきたいと思います。